サクランボが開花期を迎える中、ハウス栽培の砂糖錦は佐賀市などで出荷が続いています。真っ赤に色づいたこちらのサクランボ。佐賀市や河北町など西村山地域でハウス栽培された砂糖錦です。今月1日から出荷されていて、今日は JA 佐賀江西村山管内の生産者などが出席して。 出発式が行われました式ではご当地キャラクターの手も借りておよそ200パック20キロの佐藤錦が首都圏へ向かうトラックに積み込まれました JA 寒河江西村山によりますと去年夏の猛暑の影響でこれまでの終了は去年に比べて1割から2割ほど減っていましたがシーズン全体では例年並みの終了を見込んでいます 3月に逆にこう低温が来たことによって、非常にまあちょっと生育の方が遅れたりとか、あとはああのまどうしても灯油,油ですね、代がかかったりということで、非常にこう苦労された農家さんも多かったんですが、非常にまあ手間がかかった分、すごくいいものを管理してできたのかなというふうには感じております。ハウス栽培の佐藤錦は、来月中旬に出荷の最盛期を迎え。 去年と同じ24トンの出荷を見込んでいます。